どうもしゅんです、こんにちは。どうも、まことです、こんにちは。はい、ということでまことさんが帰国しました。まことさんは今アメリカの方の Google で働いてるエンジニアの方なんですけど、今は開発であったりとかプロジェクトのリーダー的なことをされてる方です。年齢は僕の1個上で今年24の年ですよね。24の年で、大学を3年で卒業してるので社会人経験が1年長いっていう形ですね。 Yahoo から Google に一昨年転職されて、で今は Google でバリバリ働いてるっていう方です。ちょうど去年の6月ぐらいに僕シリコンバレー1週間だけ行ったんですけど、その時に出会った誠さんと今再会しました。今回は誠さんの今 の、 そのコロナとかあったじゃないですか。そうね、あっからのちょっと近況報告とか聞きたいことをお聞きできたらなっていうふうに思っております。了解です。今年に入ってちょっとコロナがあったじゃないですか。Google の働き方って変わったんですか？今は完全にウォークフロムホーム体制になっていて、はい、普通だったらいろんなオフィスに行くことができるのね。例えば僕はカリフォルニアのオフィスでも、まあ、実家に帰って他の州に行ったらそこのオフィスでも、まあ、基本入れるんだけど、うんうん、でも今は本当に自分のオフィス以外もバッジが効かなくて開かない。あ、じゃあ今までは誠さん今アメリカの Google だけど日本の Google でも働こうとも働けたけど今は働けなくなったってことですね。なんか聞くところによると年内は Google 全部リモートワークになったって話ちらっと聞いたんですけど、それって本当ですか？そうだね、来年の6月までは実質こう、うん、ウォークフロムホームはしていいよっていうのが出てて、来年の3月にもし状況が良くなったとして、うんうん、ロテーションベースでオフィス行ってもいいよっていうのが言われても働いてる人は6月までこう、まあ、行きたくないっていう権利みたいなのが、うんうん、Google ってコロナによってなんか働き方が変わったっていう風に前々から聞いててはいたんですけど、その業務内容とかはあんまり変わらなかったですか？この事業がなくなって新しい事業になったとかっていうわけではないっていう感じですか？むしろ増えたと思う。トラッキングするのは結構大変だったりするじゃん、うんうん、そこでデータセットとかを提供して、うん、トラッキングをしやすくしたりとか、うん、COVID のパブリックデータを提供したりとかしてたりとか、うんうん、業績的に影響ないし、むしろ業務量は増えたっていう感じなんですね。そうだね。ちなみにその Google の枠組みで僕もびっくりしたんですけど、レベルっていうのがあるんですよね。レベル1からレベル9っていうのがあって、で誠さんは今レベル4ですよね、うんうん、で1ずつ上がるのにマネージャーとの面談とかがあって、そうでレベルが上がるごとに例えば給料とかあと採用権みたいなのも変わってくるっていうことなんですよね。うん、大学卒業でかそのマスターのディグリーを持ってる人が3から始まって、うんうん、もし PhD を持っていたらレベル4から始まるみたいな形なんだけど、レベル上がるのにそれぞれ条件とかがあって、例えば3から4だったらインディペンデントで働くことができるとか、はい、システムデザインとかのデザインドキュメンテーションを書くとか、うんうん、まあ、それなりの貢献が要求されるので、5とかだったら、まあ、大きいねプロジェクトをリードしたりみたいな感じで条件が、まあ、どんどん難しくなる感じかな。なんか聞くところによると Google の給料って多分公開されてないと思うんですけど、レベル3とかだったらいくらいくらとか決まってるんですか？基本的に3、4、5、6っていう風にどんどん給料が上がっていくって感じかな。レベル5とかで4000万から7000万ぐらいでしたっけ？まあ少なく見積もっても2、3000万はあるのかなって思う。すごいですね。いや、まあまあまあそれなりの働きは求められるし、それぞれのエンジニアって一般的な言われようだけど、実質もらってる給料の5倍ぐらい以上の実績を、まあ、会社全体としてにもたらして。じゃあレベル6とか7になると1億いく人とかもいるんですか？レベル6とかになるとマネージャーになる人とかもいるし、うん、テックリードだったり、まあ、レスポンシビリティがどんどん上がっていくし、まあ、マネージメントしてる人の人数によっても給料はだいぶ変わる、うん、具体的な額は多分本当に人それぞれだと思うけど、そのレベル7とか6とかって Google 内の人口ピラミッドでいうと何パーセントぐらいなんですか？3,40 いるかいないかぐらいだと思う。あ、でも意外と多いですね。誠さんは今年俸でいうとどれぐらいなんですか？は超えてくる。ずるい。
ずるいわけじゃないけど、その能力で支払われてるから、そうですね、高いですね。そのベースサラリーっていうのが最終的には時給に換算されて、うん、1時間どれくらいっていう風になって、1週間40時間でさ、2週間ベースで給料もらうんだけど。あ、そうなんですね。そう、それでめっちゃいいじゃないですか。いやでもマジ頑張ろう。ちょっと Google、 いや誠さんに負けないように頑張ります。頑張って。はい、俺のインパクトはすごい間接的なんだよね。うちの Google クラウドって結構 B2B なところがあるから、うん、俺これやってるんだよみたいなこと言っても、はい、何やってんのみたいな感じになることが多いと思うけど、まあ、間接的に何かしらでみんなの役に立ててたらいいなみたいな。転職しましょう、僕らのところに。転職しましょう。いやーまあ、って感じ。考えとこう。ありがとうございます。いいポジション用意しとくので。いいポジション用意しとく。まあプロモーションサイクルっていうのがあって、年2度プロモーションできるチャンスがあって、うん、セメスターのこうパフォーマンスを全体的に見てっていう感じかな、うん、なんか面談一つで決まるわけじゃないし、パフォーマンス全体を見て考えるっていう感じかな。ああそうなんですね。誠さんが今 Google に入って入社前後のギャップというか、入って驚いたこととかってありますか？まあアメリカの会社っていう括りで言うんだったら、まあ、みんな結構ズバズバ言うなっていうふうに思ったんだよね。こう最近マネージャーにもフィードバックもらったんだけど、はい、あまりにも他人の気持ちを気にしすぎるところがあって、うんうん、速度がちょっと遅れたりとか、もっとね相手の気持ち、まあ、考えつつもはっきりと伝えることが重要っていう風に言われたんだよね。でうちのチームとかヨーロッパから来た人とかだと、もう完全に言葉のナイフを相手に向かって投げかけてるみたいな感じなとこもあるから、あ、そういうのでもいいんだみたいな感じに、はい、本当、まあいいところでもありますけどね、誠さんのその優しさみたいなところは。まあ上に行くにはそういうことが必要になってくるのかなっていう風には考えさせられた。なんか Google 特有の入社して驚いたこととかってありますか？あんまソーシャルではないなとは感じた。人と付き合うみたいなのが、そう、結構みんな仕事上の付き合いで、まあ、オフの日に遊びに行ったりも多少はするかもしれないけど、うん、でもあくまでも、まあ、仕事と家庭っていう風に分けてて、うん、ランチタイムぐらいでちょっと話したりみたいな感じ。仕事の時はもう完全に 100% focused みたいな感じ、うんうん。Google のいいところってめちゃくちゃたくさんあると思うんですけど、こういうところが大変とかってありますか？みんな周りがすごいから、こう自信を持てなくなるっていうのがすごい大変なことで、まあ、常にじゃないと思うけど、結構劣等感を感じることがあるかな。十分すごいですよ。いやでもありがとうございます。うちのチームって、まあ、セキュリティのチームで結構、まあ、PhD 持ちの人が結構多かったりして、レベル5なのにレベル6、7、8みたいな人といろいろ話し合って、うん、こうリードしてって一つのコンクルージョンを出すっていうのも、うん、うちのテックリードだから、まあ、すげえなって思うし、うん、俺はなんかレベル6、7、8の人とかと話してると、大丈夫かな、時間無駄にしてないかなその人の、うん、とか思っちゃったり、俺は多分リードされるよりリードされてしまうな、うん、みたいな風に感じちゃうんだよね。 Google の中でどういうことをができると出世していくとか、 Google の中で活躍できる人の共通点とかってありますか？リーダーシップとディシジョンメイキングのスキルが結構重要だと思う。SWE で入ってるんだったら、もう基本的にコーディングはもうできてるっていう前提から始まるから、どうしてもデザインのスキルだったり、デザイン ABCD っていう案があるけど、実際どれがいいかっていうのをいろんな方面から考えて一つを決定するとか、そういうスキルが重要だし、 Google に入ってもゴールじゃないっていうことですよね、要は。そうだね、こうフーっていう風にはならないから。僕の友達の知り合いが最近転職したんですよね。あ、Google Japan なんですけど。おいおい、そういう転職って結構多いんですか？ある、全然ある、うん、でレベルはそのインタビューなり前のポジションなりでこう決まってくるっていう感じ。前のポジションでいうと、例えば僕株式会社ダイアリーの CEO なんですけど、ね、なんか難しいよね。それって Google 転職試験受けて受かったとするじゃないですか、うん、こうレベル4とかから始めれたりするんですか？普通に一人で会社立ち上げて CEO だって言ってもね、多分そんなに効果はないんだろうけど、はい、っていうことなんですね、うん、
まあじゃあ全然転職で、例えばゴールドマンサックスにいなきゃいけないっていうわけではなくて、ベンチャーから転職する方も結構いらっしゃるっていうことですね。そうそうそう。でじゃあ視聴者の皆さんも Google 入りたいと思ったらチャンスはあるっていうことですか？あ、もう全然全然いくらでもあると思う。確かに誠さんも転職じゃないですか、うん、でそのためにもう毎日1年間3時間睡眠で勉強したから今があるっていうことですもんね。そう、まあ決して僕が特別っていうわけでは絶対ないし、うん、本当に普通の人だからさ、努力をすれば実ることもある。じゃあちょっと視聴者の皆さん、 Google 行きたい方いらっしゃると思うので、努力すればいける可能性はあるということで、誠さん今日はありがとうございました。ありがとうございます。